駅舎北側東尾道駅は広島県尾道市高須町にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRX17 相対式2面2線のホームを持つ地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。鉄骨製の橋上駅舎を有し南東側から見ると少し高いところに線路とプラットホームが敷かれている。 ホームは8両編成列車まで対応するが、屋根は東端には設置されていない。バリアフリー対策として、プラットホームの側面にそれぞれスロープが設置されているが、普段は施錠されている。トイレは地上と自由通路にそれぞれある。尾道駅が管理の無人駅、愛イコ利用可能駅。2007年に愛イコ対応の自動改札機が導入されているが、 簡易式のため IC カード以外を利用する降車客は、改札機裏側の収札箱に乗車券を投入する。友人駅だった当時、窓口営業時間中は、乗車券は、駅係員が、収札していた。かつては、列車接近時に、ベルが明動していたが、2012年2月末頃より、JR 西日本標準の入線メロディーに置き換えられた。 近年の1日平均乗車人員は以下の通り、平地の少ない尾道市にあって、貴重な平地に恵まれた地区で、住宅や商店が増加中。駅を中心にして賃貸アパート、分譲マンション小建て住宅などが立ち並ぶ。南東口は、歩道、車道とも整備された、新興住宅地。北西口は、国道から山手にかけて民家が構えている。また、 国道2号を挟むようにして、ロードサイド店舗が、福山市、松永地区まで連続して立ち並ぶ。尾道バスの路線が発着する。駅開業と同時に尾道バスとともに、友鉄道も乗り入れていた。広島空港へのリムジンバスも運行されていた。ありがとうございます。